写真を撮る上で、一番重要なことはとにかくですね、この現場を明るくしてあげるっていうことです。ここが明るくなかったら、写真は撮れないです。ですのでそれを明るくするための、方法をね、お話ししたいと思います。僕のやり方をお話ししたいと思います。で、制作中も明るい方がもちろんいいわけですから、制作中も明るく、それをパッと撮っても明るくっていう形が理想ですのでね、ぜひ、おすすめする商品がありますんでね、参考にしていただきたいと思うんですけれども、おすすめなのはですね、よいしょ、こちらなんですね。これです。クリップがついてるスタンドライトなんですね。安いです。そんな大した値段はしません。これを大変おすすめします。Amazon でももちろん買えますし、その辺のね電気屋さんに行っても買えると思うんですけれども、でこの先についてる電球はですね LED をつけてます。 LED ですんで触っても熱くありません。安全ですね。で消費電力も少なくて熱くなくて本当言うことないんですけども、これをつけてください。この組み合わせのこれをですね、私は2つ持ってます。ちょっとお見苦しいんですけれども、こうですね、わかりますかね、ここに1個ついてます。柱からぶら下がってます。ここが1本ついてます。でこっちにももう1個ついてます。同じものです。で奥に蛍光灯があります。この3つで下を照らしてます。で重要なのはですね、これとこれとこれのですね色を一緒にしておくってことですね。中光色とか、電球色、この2つの枠が分けると中光色と中光色と電球色に分かれると思うんですけれども、電球色電球色中光色とかっていうのはやめましょう。電球色電球色電球色、もしくは中光色中光色中光色にしてください。まあ、これはですねホワイトバランスを合わせるっていう点において大変重要なことになりますので、ぜひ色を合わせてください。同じメーカーでね合わせたり発光色合わせると合いやすいのでね、やってみてください。